はい、あなたはね、そういった指導します。何をしに来たんですか？写真撮りに来たんですか？指導しますよ。何をしに来たんですか？録音録画は禁止です。はい。暴力を受けたら法的根拠では。じゃあ出てってください。なんで弁護士出てってください。ここは警察の建物。はい。何をしに来たんですか？あなたの家じゃないよ、ここは。すごいね。帰ってください。はい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 。帰ってください。はいはい。これ以上居続けるなら、不退去罪にかかってきますよ。はい。言いましたね。見た見た来た来た来た。要件もないのに、はい。居座るんでしょ。はい。名前、葬儀ね。名前は？はい。小田と言います。小田ね。小賀さんね。ね、20時13分警告したからね。はい、来たね。警告したよ。はい、はい、来たね。刑事課に用事があるって電話してますけど、何の要件？なんで葬儀を待ってたの？被害届を出すから、じゃあ録画をする必要ある？被害届を受理したい。明日、はい、録画ありますか？見た、これ禁止、はい、職務倫理違反、いいよ、じゃあ、はい、職務倫理違反、私は業務をね、妨害しに来たんですか？はい、刑事課に用事があるんですけど、じゃあなんでここで来たんですか？いいよ、明日全部言うけんね。どうぞ、待ってくださいよ。はい、で、曽木くんね、いいですか？それでも見てこれ何を？要件終わりました。じゃあ刑事課呼んでもらえます？黒木くん、黒木くん呼んでもらえますか？呼んで、黒木君を呼んでもらえますか？被害届の受理の話し合いをして、黒木君と今話してた。何の？お茶くいね。めちゃくちゃお茶くいね。そっくりそのまま言い返す。職務倫理違反で親切に対応しなければならない。そっくりそのまま言い返す。親切に対応しなければなりないというわけで。全部録音しとけんよ。じゃあ録音してるよ。はいはいはい。いいよいいよ。主人に従えないで出てください。はい。これね。録音してるんでしょ。はい、指示が、はい、指示、はい、黒木くんを呼んでもらえますか。まあ、録音する以前にこちらを管理する警察の管理する建物、私たちのルールに従ってもらいます。なんでそんなに声がでかいの？聞こえてないようやから。何でも説明してるでしょ。ここ見てください。はい、来た。見えます。理解できます。すいません、これごめんなさい、普通に話します。普通に話します。じゃあ一人で来れる？一人で喋れる？あなた見たことあるでしょ。あ、この前そこ答える分からんけど、多分昼間、はいはいはい、普通に話します。あ、俺が田中君と喋れた時、そうそう、あ、はいはいはい。で俺が何の要件で来てるから全部私が畑野でどんな人間かを知ってる。ある程度は知ってる。だからそれでもう一度、私普通に大声出さんと話します。いや今だけ、いや今大声出したこと謝れる？別に謝れません。それはあなたが聞いてないから。はいはい、だけどそれも職務倫理違反。いいよ、あなたがそんな、じゃあ人権侵害も全部言ってくれる。いや、まず話をしましょう。そんなことないよ。普通に話をします。じゃあなんでそうやって上から言おうと、一緒に座れば。いいよ。で、なんでなんで講演しとおうと。ちょっと待って。俺と話して。なんでこんな腕組んだおうと。俺と話して。ごめんなさい、もう一回名前なんやった？小田です。はい、小田君。俺と話して。お名前は？小賀。さっき言ったの。小賀氏の小賀。なんでさっき言ってやんだよ。なんでまずタメ口なの？え？なんでタメ口なの？まず、あなた何歳？え？俺33。俺43。あ、それはすみません。お前43ぞ。お前って何歳？30歳やろ。年の話関係ない。お前30歳やろ。なんでお前って言わないの？年の話関係ない。職務倫理。まず警察は国民には親切に対応しなければならないって書いてある。してますよ。その集団心理でいいね。お前生きったりすんの？お前。まずじゃあまず一つね。普通に話して。マジ関係ない。俺の話。とにかくもう一回ね。俺の話して。とか俺じゃなくて私っていう。どっちでもいい。職務し。関係ない関係ない。まず一つ。ここは警察の建物。警察が管理する。お名前は？警察が管理する建物。はいはい。まずね、声がでかいやろ。あ、ごめんごめん。これ俺普通の声。ごめんなさいじゃないと。ごめんごめん。警察が必要はない。まず一つ。職務倫理の。ルール。まず一つ。はい、いいよ。ここは警察が管理する建物。ねえね、頭がね、もうね、頭とかね、次元が低いと。それ以前に、まず俺の話。じゃあ、逆に今、それは何回、まず何回も話聞いとるやろうが。まず俺の話を10秒聞くやじゃん。先に聞くや。まずその前に。今何回も同じこと言っとるやろ。はい、先に聞けじゃん。じゃあ、先に聞け。俺の話。相談しに来たのが俺やろうが。その前に、話を聞く人間。ルールを守ってない人間に従う必要はない。はい、何これ。まずね、ルール言うけどね、どこまで法的根拠があるとや。お前たちが俺のことを暴力した時にはね、もしも今暴力するやろうが、そういう時は法的根拠は何もないって。じゃあなんで俺らが今こういう状況になってるか分かる？分かるや。もしかして犯罪をね、警察だろうが何だろうが犯罪を犯すかもしれなかったらね、証拠として録画することは正当行為って弁護士が何回も言った。ここは警察だろうが何でもだろうがた、あなたたちに暴行された実例があるった。
話にならん。実例があるった。話にならん。はい、実例があるとね。まずここは警察の実例があるってことが。実例があるとね。警察に2回暴行されたった。しかもしてないって言った。正当な職務執行かどうかの裁判で争うぜ、うん、そうはい、曽木君が触ったことも裁判で争うぜ、お前たちが決めることじゃない、裁判したらいい、三権分立のトップじゃなかろうか、お前たちはいい、お前たちはトップじゃなかろうか、だけんそれでね、第三者が判断するけん、ここ人権委員会も言った、言えばいい、お前が言う権利がない、お前が言う権利がない、俺はここに来る権利がある、お前は人権侵害のことしようとぜ、うん、ま、お前はまずね権利はあるよ、そら、で被害者だ、被害者の相談を乗るのが仕事やろうが、お前たち、その前にまずお前は何の、お前はね、お前はね、毎日お金の計算しようとか、なんで飯食ってからそんな腹出とうとか、税金で食うっちゃろうが、お前当たり前、偉そうにすんだ、それが職務倫理違反だ、意味が国民には親切にせよ、何を言ってるのか、お前が一生懸命お前の才能でお金稼いだわけじゃなかろうが、うん、国民の税金で飯食うよとて、お前がその腹出とうのもそうだぜ、うん、偉そうにすぎるって、あ、そう、誰が飯食うよとか、国民の税金やろうが、うん、お前たちが犯罪をね、これ以上あなたの演説に付き合ってる暇ないんですよ、バカかお前、でだけど、ね、それが職務倫理なんだ、うん、何様かお前、だけどお前みたいなね、制裁とかね、謝りきらんね、プライドかなんかしないけど、そういったことも全部法的、謝る必要ない、法治国家だ、まあまあ、でね、お前ほんとね、死ぬ前に反省しろよ、え、お前税金で飯食うよ、公務員って、公務員ほど憲法よね、あ、そう、お前は独裁者みたいなね、権持ってからね、偉そうで一人で言うね、そんなこと言えるってやん、お前、うん、憲法で守られとった、権力の乱用は許さんぞって、うん、で勉強したってやん、お前、オッケー、はい、公務員ほど警察法を読み直すよ、分かった、勉強する、ね、もう一回名前なんで古賀、うん、でお前全部これ録音しといてん、うん、いいよ、で全部言うてんね、うん、で30何歳で、え、33、お前常識ないって、ああ、あ、そうで東警察署はこれぜ、録音しとった、でお前たち東警察署のせいで人が2人死んだこと知っとるや、お前知っとっちゃう、いやもう話にならない、話にならんじゃないって、うん、お前たちの組織が隠蔽しとるって、 う、 うちのばあちゃんは返せじゃ、うん、俺のばあちゃん返せって言ったの、出てってください、見てこれ、出てってください、お前、お彼女のお父さんで電話したね、出てってください、はい、それの電話をした人間をね、今ここで働いてるか教えてくださ い、 ててください、刑事課の人間教えてください、まあ、あれでも改めてまた刑事課の人いますか、うん、刑事課ですけど、うん、刑事、あなた刑事課、刑事課、誰、黒木くん、誰、黒木くん、誰、私ですけど、あ、さっきの電話したら黒木くんね、黒木くん何歳、何歳、年齢をちょっと、なんで普通の常識では43歳なんやけど、何歳、年齢言う特に必要ない、何歳やって、年齢言う、刑事課は受理する義務がないと、年齢を関係ない、受理の相談する義務がないと、警察は人がね、人がね、被害者、犯罪被害を受けたらね、東区で暴行されたらね、ね、相談を乗るのが警察の仕事じゃないと、で相談乗らんわけね、身内の隠蔽、あの犯罪は隠蔽するわけね、身内の犯罪は組織で隠蔽するわけね、身内の犯罪は隠蔽すると組織で、2年前におったと、目撃したと、冤罪で2年800日苦しんどとぜ、うちのばあちゃんと彼女のお父さん返せ、事実確認が先やろうが、俺が犯罪者扱いされたとぜ、取り調べで暴行しやがったとぜ、何勝手に選手防衛で手出しようと、お前たち、お前 社会の敵やな、クズやな、娘の虐待しとってって言いながら事実確認してなかったとぜ、お前今みたいに上から発言して証拠が出てこんかったら、肌野さんごめん、家に帰すねせんかったとぜ、俺の娘は隔離施設に置いとくなんて、実家に戻って判断せんかったら、うちのばあちゃんも死なんかったって、うちのばあちゃん死んだぜ、お前たちが権力の乱用でね、証拠がないのに人間動かして死んだとぜ、警察は疑い、嫌疑だけでね、命令したり逮捕するね、権力があるやろうが、それはね、全部ね、立法とか言ってから相談しとって、事実確認、水戸黄門様みたいに証拠がある、あるならね、命令する、逮捕する、なくてしようとぜ、こいつ横着いな、暴れたことにしよう、逃げたことにしよう、48時間留置に入れていじめてやろう、できるとぜ、されたって言った、7ヶ月後検察に呼ばれて不起訴だ、スティーブ・ジョブズのおかげだ、嘘ついとうことの証拠で録音録画したけんね、不起訴になったった、嘘ついて逮捕したった、交通課の人間が暴力して、それを身内で隠蔽しとうと、どこが正義感あると、警察法を呼んでもらえます、
どこまで経っても権力を乱用すると死にきれんって、うちのばあちゃんが。彼女のお父さん死んだったよ。孫が虐待されたけんって4時間半かけて来たとぜ。孫が虐待されてないやろ。耳が2つあるやろうが。両方の意見聞いてね。彼女が嘘ついとって言ったった。私に対する暴力で前科がついとう人間を信用するなった。浮気の携帯を見ただけでね、証拠も見せたとぜ。7年間住んどったけん、不貞行為の民法では犯罪ぜ、不倫は。不倫した証拠を見て、彼女が逃げて娘を虐待しましたって虚偽で通報したった。虚偽 DV の被害者だ。公文書に書いとうぜ。娘の体を確認するもね、負傷は認められなかった。1ヶ月後に家庭訪問に来たぜ、区役所が。警察から虐待の証拠なんかなかったと聞いていると。公文書持っておけ、2枚持っておくぜ。なのに娘が虐待された件、来い。DV や、そう書いとうね。DV というのは病気なんだよ。今すぐ娘が殺されるよ。俺が週6育てておったって。彼女はキャバクラで働いて、会社の、なんていうの副業も禁止だ。俺にも会社にも嘘ついとった。嘘ついとったのが彼女やけんね。虚偽 DV もね、嘘ついとった。なのにそれを信用してからね、彼女のお父さんをね、虐待があってからね、娘が、孫が虐待されたけん、東警察署に来なさいって言ったとぜ。虐待の証拠がないやろうが。事実確認やろうが、お前たちの仕事は。事実確認してから人間を動かせって言った。それで死んだって言った。その前例ができたって。人が死んだって、統一教会も法律変わったろうが。あなたたち東警察署がね、最初の動機は悪くない。最初の動機は悪くないぜ。女子供があって、DV あった、容疑がかかった。はい、取り調べて、お前虐待しとってクズやな、社会の敵やな。上から言って、証拠出てこんかったろ。畑野さんごめん、言い切らんとぜ。メンツが大事と、あなたたち。メンツの方が大事と、事実確認が仕事やろうが。彼女のお父さん75歳。人工透析の大手術したばっかたよ。75歳で基礎疾患どころかで、ね、コロナになったら死ぬかもしれないやつを4時間半かけて運転させて帰国させたとぜ。防犯係の上原って。3、4人が。それで彼女のお父さん、孫が虐待された、可愛い孫が虐待されて嘘の情報を聞いて、東署に来てね、3日後コロナになって死んだったよ。1ヶ月後に。俺のばあちゃんも死んだとぜ。取り調べ室でね、お前虐待しといてクズやな。娘合わせてん。抱きつくよ、懐くよ、チューするよ。俺が育てたけん。それでね、検証したらね、証拠になるやろ。なぜかって1秒でも怯えないけん。なんで検証せんとや。なんで事実確認せんでお父さん呼んだとや。証拠出てこんかったら家に戻せばいいだけやろうが。その判断のミスだ。正義感の最初はいいけど、疑ったけど証拠が出てこんかったやろうが。じゃあ何にした、調書の強要しちゃった。私は娘を殴打しました。調書の強要したとぜ。誰も信用せんた。そしたら、こないだの、私が裁判官で出たり、河野と小川が出てね、母太郎さんこの紙にサインして、保護命令出した。どうせ高尾やろ。ね、保護命令の話を聞いたのに、説明聞いたのに、彼女の会社に電話しました。彼女の会社に電話したの、彼女が職場復帰したかどうか聞いただけで。それが保護命令違反です。その説明を知ってたけど電話しました。私は説明を聞きました。認めますっていう紙を持ってきたとぜ。そのサイン、あなたたちいろんな契約するときにね、椅子に座ってね、15分、20分聞いて、頭が理解できて人間のサインを書かせるやろ、普通の。何でもぜ、契約書でも。詐欺の契約書を書かされたって、取り調べ室で。否認のつもりで書いたら暴行罪になったって。私は軽くタッチする程度しか娘触ってませんみたいなの書いたのに暴行罪になったと。証拠出てこんかった。私は娘を殴打しましたって書いた文章を私に渡してね、ボールペンかけてなぞれって言ったとぜ、こいつら。なぞれって言ったとぜ。調書の強要やろ。それの信憑性が増すために裁判所に待ち伏せした河野小川、防犯係でしかも。彼女のお父さんの死んだ原因作ったのは防犯係やろうが。反省是正をせないかんた。事実確認してね、暴行、虐待の証拠がなかったら彼女のお父さん呼ばんとけばよかったろうが。死んだとで、それで。あなたたちが人間を動かして死んだって言った。事実確認が先やろうが。証拠がないのに動かしたって。それが今はね、認められるって。嫌疑、疑いだけで逮捕したり命令したりできるって、お前たちが。それで死んだって言った、二人。うちのばあちゃんと彼女のお父さんが。反省、是正せないかんって。法律は変えないかんって。
なのに今日もこれで話すら聞かんで、暴力するかもしれん、ここでも何でもねしようとした時にね、ね、裁判でね嘘ついた前例が2回あるって、お前たち2回あるとぜ、すでに。しかも被害者遺族になったって。それで防犯係が俺を逮捕しとったぞ。あれ契約解除しとったら1年以下100万の罰金ぜ。歩いてきよう人間を俺に追いかけて、この紙にサインしてサインしてサインの強要してきたった。俺が言いようことが証言のね信憑性が増すけん録画させてもらったった。しかも防犯係ぜ、彼女のお父さんの死んだ原因作った防犯係ぜ。防犯係ぜ。しかもね、おね、それで高岡知らんけどね、弁護士を予約ね、いろいろしたら、はい、東警察署から紹介、紹介されて、上野光則法律事務所です。弁護士紹介しても東署やろうが。彼女の死んだお父さんのね、生命保険で俺は訴えようとぜ、娘と会わさんように。罰当たりもいいとこやろうが。彼女は借金が5、600万って嘘ついとったぜ。弁護士雇う金もなんかない。死んだお父さんの生命保険で俺を娘と会わさんようにしようとぜ、冤罪で。俺は浮気されて不倫された証拠を見せたとぜ。それも民法でね、法治国家で言ったらね、罰があると、民法で。俺は被害者ぜ。娘の虐待の証拠どこにあるや？何一つなかろうが。過去にも今日にも未来にも娘を虐待した証拠が出てくるわけがないって、やってないっちゃけ。証拠が出てこんかったら調書の強要したとぜ、お前たち。お前たちの今の。しかもそれでね、反省しろって言ってね、証拠ないのに書かせてね、暴行罪に仕立て上げたとぜ。仕立て上げたとぜ、お前たちは。娘を軽くタッチする程度にしか触ってません。否認のつもりで書いたらね、別室に呼ばれて指紋取らされて判断に脱がされたとぜ。ね、上司命令、暴行の被疑者、被害者が許しとうけん、反省しろ。被害者が俺の娘、一切。被害者許すって、喋れんちゃけど、うちの娘。喋れないのに何？微罪。被害者が許しておけ。誰被害者？俺の家に来て物が壊れとった？彼女に傷跡ついとった？娘に傷跡があったや？物証なんもなかろうが。やってないっちゃけん。娘の暴行の被疑者になっとったぜ。取り消せって言ったら。誰一人聞かんとぜ。なんやこれ？茶番やろ。どこに正義感あるってやって。職務人に読み直せって。令和の大冤罪事件になったって。袴田さんみたいに50年苦しまないかんとか、俺は800日ぐらい苦しんどった。心でわからんとか、自分子供おらんて、800日ね娘拉致されたどげんするや。1年半、高尾がしたった刑事課の。その高尾はで、彼女はここでね虚偽通報でね自首して弁護士会館に連れてってぜ、半年と50万円の罰金、虚偽通報が。浮気を見ただけだ、俺は浮気の携帯。そしたら娘を虐待しましたで、虚偽で通報したって。それを認めるって。警察が大分に戻したろうが、お父さん死んだった。1ヶ月大分県で生活しよったって。それで生活してね、警察の指示命令の生活がストレス。